59回目を迎えました全日本障害馬術、会場の東京世田谷区にあります馬事公園です。今日は大障害飛越決勝の模様をご覧いただきます。この大会は去年の11月に予定されていたんですけれども、春から夏にかけて馬インフルエンザが流行ったために3月に延期になりました。そして私のお隣、解説はオリンピックに3回出場、シドニーオリンピックでは日本代表の監督も務められました中野義弘さんです。よろしくお願いいたします。さあ、全日本障害馬術の大障害飛越1回目の終了時点の順位です。0点でコースを全部回った馬が3頭います。騎乗者で言いますと広田選手、佃選手、福島選手の3人です。そしてその後はご覧のように減点2から減点4という危ない場面もありました。そうですね、はい、さあ、そして過去2回優勝経験のある広田龍馬選手、乗馬は0です。2000年のシドニーオリンピック日本代表の、彼も国際競技の経験豊富な選手ですね。中野さんが監督を務めたシドニーオリンピックの代表ですね。そうですね、はい、私たちがこう取材に行っても非常に明るい広田選手です。この第一走行をご覧になってどうだったですか？彼もですね、本当にあの馬を生かした走行をしてですね、どちらかというとその馬のリズムを壊さずにですね、はい、馬の障害に集中させながら気持ちよく馬を障害に飛ばしていくように心がけている選手の一人なんで、はい、それに馬もよく応えていると思いますね。乗り手は飛び終わった後、常に今広田選手も右の方を見ましたけれども、先を先をというふう、こういう難しさもありますね。そうですね、全体的には少し伸びた感じで走っているようには見えるんですけれども、はい、この走行は本当に彼の独特な走行でですね、ええ、馬も本当に伸び伸びと飛んでいる感じで、いつも好成績上げてますね。ね、はい、17歳になります先輩です。過去2回、このゼロとは違う馬でそれぞれ優勝したことのある広田龍馬選手、第一走行は全くミスなく飛び終えることができました。はい、ですね、最後も、はい、非常に前向きな選手なんで、その積極的な部分を生かしてほしいですね。はい、過去2度優勝の経験のある広田さんですけれども、3回目のチャンスですね。いや、馬は本当にもう2002年ですか、2年に1回勝ちかけてるんですね。1走行目減点0が0だけだったんですけれども、2走行目で自分のミスでまた負けてしまって3位になってしまいましたんで、まあ、本当に今回も馬の足を引っ張らないようにですね、で馬もちょっと左足が先月まで痛いところもあって、今回も決して万全じゃなかったんですけども、すごい一生懸命本当に頑張ってくれてすごく感謝してます。ノーミスできますと広田選手の優勝。そうですね、もし広田選手とゼロが1つ落としますと3人によるジャンプオフ、はい、95年にマンオブゴールド、そして2001年にはさくら、2度の優勝経験のある広田龍馬選手。一つですと佃、福島、そして広田の優勝決定。この場面はプレッシャーがかかるんですけどね。そうでしょうね。彼はこういう場面たくさん今まで超えてきてますから、はい、十分逆にそういうのを力にしながら満点を目指してくると思うんですけれども、ゼロに語りかけている広田龍馬。今日解説の中野さんが監督を務めたシドニーオリンピックの代表選手でもあります。17歳のゼロに乗って、さあスタートです。第2障害、ちょっと当たりましたが大丈夫です。そして広田選手は大きく回りました。回り込んで第3障害、そしてダブルの第4障害です。当たったが大丈夫。さあ、半ばにかかります。第5障害、これも当たりましたが大丈夫。幅180超えました。そして
高い第7障害も超えました。そして水濠から第9障害スピードを上げます。超えた。そして抑えて第9障害当たったが大丈夫です。さあノーミスでいけるか。トリプルの第10障害1つ超えた。2つ目当たったが大丈夫。3つ目も大丈夫。さあ第11障害超えれば優勝。超えた。いやー嬉しそうです。廣田龍河選手6大会ぶり3回目の優勝大きな声でありがとうと叫んでいます廣田選手。本当に明るいんですよね。そうですね、はい、任せております。ゴールドありがとう。ゴールド天国で見てくれたか。ゴールド 72.33 秒。時間も非常に良かったですね。はい、何箇所か大木にね足を当ててた箇所があったんですけれどもついてた部分もありましたですね、はい、やはりこの辺は彼のやっぱり積極的な部分がね非常にいい風に出たんで、はい、良、はい、かったと思いますけれども。後ほどご案内いたします。いやこれで廣田龍馬選手は10代20代そして現在31歳ですから30代でも優勝ということで。そうですね、はい、最後の11障害などは本当に緊張すると思うんですけれどもね。そうですね、やはりベテランの選手ですね、こういう場面はよくわきまえて本当にその力を自分の力にして走行してくれたと思いますけれども、はい、那須トレーニングファーム所属、お父さんがその育成場そして乗馬クラブを経営しているという廣田龍馬選手。そうですね、第1走行第2走行ともにノーミス。これは本当に完璧な優勝と言っていいですね。そうですね、ジャンプオフは見たかったような気はしますけれども、はい、そうですね、今日はノーミスでトライした3人の選手のうち2人が後半になって一つずつ落としてしまって。そうですね、福田君も惜しかったですね最終障害。そうでしたね、はい、福島選手はその手前第10障害をかけてしまいました、はい、本当にそこに行くまで非常に大熱戦だったんですが最後廣田龍馬選手とゼロがノーミスでの優勝です。放送席、放送席、2日間完璧な走行を見せました廣田選手にお話を伺います。ノーミスでの優勝いかがですか。 ありがとうございます。本当馬がもう名前の通りゼロって頑張ってくれてましたんで本当僕はもう邪魔しないように乗るのが精一杯でしたけれども本当にパートナーが精一杯やってくださったら本当に感謝です。最後の第11障害を超えて喜びを馬上で爆発させましたね。はい、僕が一番初めに全日本を勝たせてもらってそれでオリンピックまで連れてってくれたマンオブゴールドっていう本当に僕の人生を変えてくれた御馬が去年の2007年に亡くなってしまったんですね。それで本当にもうその弔いの意味でも絶対に今回の全日本は勝ちたいと思ってまして、そして本当に今日はゼロが本当に素晴らしい飛越をしてくれて自分がすごい下手くそだったんですけれども、でも本当にマンオブゴールドが後押ししてくれた優勝だったんじゃないかと思います。廣田選手は最後の走行、ノーミスなら優勝、一つミスすればジャンプオフという中どんな気持ちで待ってたんですか。はい、もう本当に天国にいるゴールドに恥ずかしくないようにゴールドとゼロは一緒にシドニーオリンピック予選を戦った仲間でしたので、ゼロドにゴールドが一緒についてきてくれてるから一緒に力を合わせて頑張ろうと、もう本当に減点とかそういうことは一切考えないで走行しました。じゃあプレッシャーはなかったんですか。プレッシャーそうですね、なかったといえば嘘になりますけれども、それよりも本当に2人のいい走行、息の合った走行を見せればもう結果はおのずとついてくると思ってました。途中何回かですねバーに引っ掛けましたけれども持ちこたえました。あのあたりどのように切り替えたんですか。はい、あれはもう完全に人間が下手くそになってたせいなんですけども、多分あれはゴールドが本当にこんなところで落としてんじゃないって言って抑えてくれたんだと思います。
ゼオもですね、マシの状態が万全ではない中よくこらえましたよね。はい、本当にもう来る前はもう状態最悪でもう今回も棄権しようかと思ったぐらいなんですけども、本当にゴールドがいない分まで俺がやってやるぜって言って、僕が弱気になってもすごく力づけてくれまして、本当にもうこういうふうに命あるものと一緒にできるスポーツはこの馬術だけですので、本当にそういう素晴らしいパートナーに巡り合えて人生が豊かになったことを感謝しております。今回の優勝、これまでの2回と比べていかがでしょう。はい、本当にもう全てが素晴らしい自分のとって経験ですので、やはりまた3頭マンオブゴールドサクラに続いてこのゼロという馬にも勝たせてもらって、本当にたくさんの素晴らしい馬に巡り合わせていただいて、本当に馬を買っていただいたうちの父とか、本当に応援してくださった全ての関係者の方、そして見てくださった皆さんに本当に心から感謝いたします。最後にゼロにどんな言葉をかけますか。もう本当にありがとうございます。本当にもう下手くそ乗せてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ゼロ、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。優勝した廣田選手とゼロにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。ゼロ、うわー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 、もう最高だ。最高、もう何でもいい、もう何でもいい、もう何でもいい。来てる来てる、ゼロ最高だ。もうお前はもう本当にもう本当にお前はすごい最高。もう本当に何にもいらないね、もう。すいません。それでは最終結果です。優勝は廣田龍馬選手とゼロ、そのゼロの名前通り減点ゼロでの見事な優勝でした。そして惜しくも一つずつ落とした佃秀彦選手とナチュラルファイン、福島大輔選手とマンボ、タイム差で2位佃選手、3位福島選手という結果になりました。4位5位は減点8の川口選手、そして2投目にロイヤルセレクションに乗った福島大輔選手、18歳の斉藤選手が7位に入っています。同じく10代林忠弘選手とベレノは10位という結果になりました。この大会の解説は中野義弘さんにお願いしてきました。中野さん、はい、廣田選手の非常に感動的なインタビューもありましたけれども、大会通じてどんなことをお感じになりましたか。そうですね、やはり調整不足の中ですね、の割には本当に盛り上がった試合だと思いますし、まあ、できればジャンプ踏みたかったんですけれども、その中でも、佃選手、福島選手本当に惜しかったんですけれども、はい、最後は廣田選手本当によく頑張ってくれまして、見応えのある走行を見せてくれましたですね。そうでしたね、本当にこうスリル満点というんですかね。そうですね、はい、この大障害の面白さが本当に溢れた今日の大会だったと思います。そしてインタビューでもありましたけれども、乗り手と馬との愛情というのがよく分かりましたね。そうですね、一番大切なところなんで、はいはい、さあ今年は北京オリンピックが開かれますけれども、はい、杉谷選手佐藤選手の2人が、代表というこの障害馬術ですが、はい、今日も10代の選手が、ね、活躍していました。はい、底辺もかなり拡大してきてるんですね。そうですね、今回でも本当にベテランとですね、若手と入り混じったですね、はい、選手権だったと思うんで、これからまた来年以降ですね、どういう、選手層になってくるのか本当に楽しみなんですけれども、まあ、そういった中でベテラン選手もこう出場できるというね。そうですね、はい、この競技ならではの面白さも今日はあったと思います。はい、今日の解説はシドニーオリンピックの日本代表の監督も務められました中野義弘さんの解説でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。今年の第59回全日本障害馬術大会大障害飛越は廣田龍馬選手とゼロの優勝でした。